川崎 ZGP 川崎 Z400GP 川崎 Z400GP とは川崎重工業がかつて製造販売していた普通自動二輪車免許で乗れるオートバイである Z400FX の後継機種として1982年に発売された Z400GP のサイドカバーに配置されるエンブレムには GPZ400 と 明記されており、1983年に発売された後継機種 GPZ400 と車両名称を混同しやすい。ちなみに、車種名称に関する法則では、GP の後に小文字の Z となる場合は、空冷エンジン搭載モデルを表し、大文字の Z となる場合は、水冷エンジン搭載モデルを表している。エンジンや、 足回りなどが Z400FX から改良された。リアサスペンションは、モノショック方式のスイングアーム、ユニトラックシステムを採用。エンジンは5馬力アップの48馬力にパワーアップされ、車体重量も Z400FX の 192kg から 13kg の軽量化を果たした。ヘッドライトはそれまでの丸型から角型に変更され、 ブラッククロムメッキの排気管、ジュラルミン単ンのセパレートハンドル、メーターにはマイコン制御の液晶モニターが装備された。車体デザインは FX の流れを組む、全般的に直線基調でかどばったものだが、やや丸みを帯びて、タンクからサイドカバー、テールカウルまで一体のラインとなっており、FX とは異なる印象を受ける。川崎ワークスカラーのライムグリーンの車体色と、 段付きシートは、Z1000R をイメージさせるものである。なお、エンジン形式こそ、同様の、KG400EE であるものの、Z400GP と、先代モデル Z400FX のボアストロークは、ボア 52.0mm、X ストローク 47.0mm と、共通である一方、後継モデル GPZ400 及び後年の、ゼファーでは、 ボア 55.0mm、X ストローク 42.0mm と異なっている。発売翌年の1983年、後継モデルの GPZ400 の発売に伴い、生産を終了した。ありがとうございます。